シュペート、ロタール・シュペートは、ドイツの政治家、実業家。キリスト教民主同盟所属。1978年から1991年まで、バーデンビュルテンベルク州首相、CD、バーデンビュルテンベルク州議長を務めた。1984年から1985年には、連邦参議院議長を務めた。現在のバーデンビュルテンベルク州、 ジグマリンゲン出身。シュトゥットガルト行政学院で学んだ後、1965年から、ビーティヒハイム市参事となり財政担当。1967年、同志市長に選出される。1968年、バーデンビュルテンベルク州議会議員に初当選。1972年には早くも、同州のドイツキリスト教民主同盟の州。 議会議員団長に就任。1978年、ハンス・フィルビンガー州首相により、州の内省に任命される。しかし同年、ハンス・フィルビンガー州首相が、ナツスの法務士官だった過去が、明らかになり、辞任に追い込まれると、シュトゥットガルト市長だった、マンフレート・ロンメルと後継の座を争い、党の州議会議員による投票で勝利したシュペートが8月30日に、 第五大州首相に就任した。同時に、党の州代表に就任。1981年から1989年までは、党の連邦副代表も務めた。また、持ち回り順により1984年から1年間、連邦参議院議長を務めている。主ペートは1980年、84年、88年と3度の選挙に勝ち抜き、 経済振興に努めて評価された。しかし1990年に企業の金で休暇をしていた疑惑が持ち上がり、翌1991年1月31日に州首相を辞任。同年7月31日には州議会議員も辞任して政界を引退した。ただし2002年の連邦議会選挙の際は、C で CSU 連合の首相候補。 エドムーンとシュトイバーにより、影の内閣の経済省に偽せられたこともある。シュペーとは、企業家でもあり、1970年からは、住宅会社の経営陣に入り、1977年まで、複数の建設会社の代表取締役、または、監査役を務めた。主、首相辞任後の1991年6月からは、 カール・ザイス社の後継企業である公私工学企業、イエノプティク社ジェノプティックの取締役に就任。3万人いた従業員を8年で5000人にまで減らす人員削減を断行し、1998年に同社を株式上場させ代表取締役に就任した。2003年に同社取締役を辞任したが、これは優待によるものか、 あるいは株式上場に伴う損失を隠すために辞任したのかは議論が分かれている。一方で1996年から東中林源ゲーラの産業取引組合の会長。2005年から投資銀行メリルリンチ社のドイツオーストリア支社代表取締役。またその系列出版社の監査役を務め。 2007年からは別の投資コンサルティング会社の監査役を務めた。晩年は認知症の症状を発症し、シュツットガルトの老人ホームで療養していたが、2016年3月18日に死去した。1992年9月から、チューリンゲン州とザクセンアンハルト州のノルウェー王国名誉総領事。また、イエーナ大学でメディア学名誉教授。 2006年、ウルム大学より名誉博士号。家例なし名誉市民、ウルム市名誉市民。1997年から2001年まで、ドイツのニュース専門テレビ局 NTB で、シュペート・アム・アーベントの司会を務めた。シュペート・アム・アーベントは、夜遅くを意味する、SPTAM ・アーベントと案内役のシュペートの、姓をしゃれたものである。 夫人との間に一難かずめ。ありがとうございます。